皆さんは昆虫と聞くとどんな昆虫を思い浮かべますか？蝶、カブトムシ、セミ、バッタ。そもそも昆虫なんか嫌い、思い浮かべたくないという人もいると思います。大半の人が嫌いであろう、名前を言ってはいけないあの昆虫もいますね。今回は昆虫とはと昆虫の種類についてお話ししていきたいと思います。昆虫とは体の部位が頭、胸、腹の3部位に分かれています。そして胸の部位に足が6本、羽が4枚生えています。ただし例外も存在します。ハエヤカは羽が2枚、ナナフシは羽がない、タテハチョウは前足が退化しているので実質4本。このような特徴を持っている生物を昆虫と呼んでいます。また昆虫は複眼と呼ばれる小さな目の集合体のようなものを持ちます。ほとんどの昆虫は変温動物で卵生です。成長する過程でさなぎになるカブトムシ、蝶、ハエ、ハチなどのグループを完全変態、さなぎにならないバッタ、トンボ、セミなどのグループを不完全変態、ほとんど姿が変わらないシミなどのグループを無変態と言います。では昆虫は一体何種類いるのか知っていますか？確認されているだけでも100万種類は確認されています。これは生物の種類の半分以上を占めています。ただし昆虫は空も飛べるし、天敵から隠れるために擬態したり隠れて過ごしているので、まだ見つかっていない種類もたくさんいると言われています。昆虫の新種の発見はあまり珍しくないので、ニュースに取り上げられることもほとんどありません。ここで昆虫の種類を見ていきましょう。皆さんがよく知っているであろう昆虫の種類には色をつけています。セミはカメムシの仲間です。カブトムシやクワガタ、コガネムシなどは甲虫の仲間です。アリはハチの仲間です。なんだこれというような種類もいると思います。その中でもかかと歩きという種類は名前が面白いですよね。七節のような姿をした昆虫なのですが、その名の通りつま先を上げてかかと歩きをしているようなので、この名前がつきました。このかかと歩きは2002年に新設された新しい種類です。また以前はシロアリ目という種類もありましたが、ゴキブリ目に統一されました。いかがでしたでしょうか？普段ほとんど昆虫を気にかけることがない人も興味を持っていただけると嬉しいです。有名な種類については別の動画で解説します。You may feel like being alone, but I can be the one you really know now. The world is yours.